どうも、ゴッドコータンです。こんにちは。僕はですね、ニャンコ大戦争むちゃくちゃやってるんですよ。見ての通り、ユーザーランクは22783です。キャラクターの総経験値の数ですね。レベルの数。いろんなキャラクターをほとんどカンストレベルとまではいかないけれども、ほとんど持っています。上長です。でもって、ニャンコ大戦争にあるレジェンドストーリーという、いわゆる難易度の高いステージも、すべての難易度において全部クリアしています。レジェンドストーリーから始まり、さらに強い新レジェンドストーリー。難易度が高くなるんですね。この冠の数が上がれば上がるほど。僕は冠4まですべてクリアしている状況です。さらに上にある最近やっているゼロレジェンドストーリー。こちらも、すべてクリアしているんです。だからわざわざ今更動画で僕が戦って勝ったおー言えるようなそんなのはないんですね。だから一つ決めました。僕は一つの編成のみを一切変えずにランダムで選んだステージを同一の編成で完璧にクリアしてみたいと思います。それでは目をつぶってよーいスタート。ドゥルル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 。ここもうすでに全部クリアしてら、こちらのステージは、なんて名前だ？バリッチッチバンチっていう名前のステージだったみたいですね。レジェンドストーリーと言われるやつです。で、クリアする編成は、こちらの編成でいきたいと思います。これは僕がよく使っている汎用編成ですね。こちらのアヌビスさんは、超本能という、いわゆるキャラクターをさらに強くする要素もほとんど解放している状態です。で、他にも全ての敵を遅くする妨害を放つ白ミクの御霊。さらに、なんとかアスカ。こいつは強力なレパを放ちつつ、全ての敵の妨害を無効化する呪いを相手に付与します。真田幸村。こいつはむっちゃ早いです。にゃんま、クソ強いです。で、飛脚ネタ。めっちゃ強い。猫カンカン、強い。こいつはメタルに対して強い。猫ジラサウルス。あと、盾を2体ですね。それではやっていきましょうか。さて、一番最初にクリアするべき、このグリコーチという場所をやっていきましょう。ただし、やる前に一つ。で、敵さんが出てくるまでの間、僕はお金を貯めていく必要があるわけですね。でなければ、貧血になって死んでしまう可能性があるからです。そして、中から出てきたのは大量のワーニメーター、ワーニネーターと呼ばれる、体力が異常に低いワニさんですね。メタルな属性を持っているため、すべての攻撃を1に、軽減することができるんですけれども、素の体力が低すぎるがあまり、ちょっとした攻撃でも簡単にやられます。攻撃の頻度が高ければ高いほど早く倒すことができる敵ですね。そして、黒色のワンちゃんが出ました。こいつはね、弱いくせに、倒した時の金の数が結構多いので、貧血に向いています。貧血対策。でもってやってきたのはスターエイリアン。おでこに星のマークがついているエイリアンですね。こちらはエイリアン属性を持っているんですが、攻撃した相手を、数パーセントの確率で周回移動させてしまうんです。そして出てきたのがダチョウですね。2体のダチョウがやってきました。こちらのダチョウたち、攻撃頻度が高ければ、射程も非常に長いので、多くのニャンコプレイヤーから嫌われている存在ですが、僕のようにやり込んだプレイヤーであるならば、この程度のダチョウは、正直言って対策せずとも勝ててしまうんですよ。見ての通り、ゴッドコータンが持っているこちらのアヌビスさん。超本能によって攻撃の頻度が従来のものよりもかなり速くなっているだけでなく、コストもなんと3900円。一撃の火力は10万を超えています。なので、今見たように貧弱なダチョウさんなんかは数回殴っただけでくたばってしまうわけです。それだけでなく、このパーフェクトアヌビスさんは、30% ぐらいの確率で烈波といって攻撃をその場に残留させるビームみたいなやつを出してくれるんですよ。そいつに当たったのであれば一撃10万の攻撃が2撃相手に与えられるということ。そんなんなぁゴジラでも耐えることはできねえや。そしてダチョウ2体を倒すことができました。グリコーデン、まあ当然だよね。1回クリアしてるわけだからさ、ランダムで選んだステージだからっつったって勝てるに決まってるよね。まあこのステージをさクリアしたってそんな当たり前なんだよな。だって昔現にさ汎用編成で倒したことがあるんだから、だから汎用編成で倒すことができなかったステージでいきましょう。ここは汎用編成で倒せただろう。ここも倒せただろう。ここは汎用編成で倒してるな。
あら、じゃあこっちは半四編成で倒してるな。じゃあその隣はどうだ、半四編成で倒してないな。よし、こっちにしよう。ここはオシクラマン蹂躙。お、悪魔の敵と、それからゾウさんが出てくるみたいですね。ここは僕、半四編成で倒すことはできていなかったらしいので、半四編成で行きたいと思います。もうすべてのステージ半四編成で倒すぞぐらいの勢いで行かないとな。にゃんこ大戦争ってのはやっていけねえよ。そして来たのはこれ紫色の煙だな。なかなかにまがまがしい雰囲気を放っているけれども。そして出てきた大量の棒人間。そして悪魔の天使さんが出てきました。矛盾してるかもしんないけれども、悪魔の天使なんだよな。じゃあ、引っ掛けくねこで全員ほふりましょう。はい、余裕のよっちゃんです。この赤色のうさぎさんは普通の赤色のうさぎさんとは違って、なんか、超生命体っていう、そういうカテゴライズなんだよな。黒色の変な石みたいのがお尻に埋め込まれてるんですよ。こういうキャラクターはみんな少し強いんですよ。そして、このステージ、悪魔や、レッパを放つ敵がたくさんいますね。で、そういうキャラクターたちに対応できるように、こちらのアンドビスさんを僕は育てたわけですよ。この子はレッパの攻撃を無効化しつつ、悪魔のキャラクターが出してくる、このシールドを全て破壊することができる特性を持っています。それによって悪魔という非常にね、危険なキャラクターに対してでも強気に出せるわけですね。さらにこちらの白色のゾウさんは普通のゾウさんと違って体力や火力はかなり高く、鳥獣という属性を持っています。その鳥獣っていう属性ではないか、鳥獣っていうカテゴライズにいます。この鳥獣はですね、まあ要は強いんですよ。なので鳥獣特攻という、そういう能力というかを持っているキャラクターじゃないと倒すのは難しい。そんな鳥獣特攻を持っているキャラクターがこちら飛脚猫なんですね。飛脚猫は赤い敵に超ダメージ、普通の攻撃が4倍ぐらい上乗せされる、そんな威力のある攻撃を放つことができるだけでなく、鳥獣に対しても強く出れるという、そういう能力があるわけですよ。そして出てくる悪魔のこのバクみたいなやつもうざったいシールドをこのアヌビスさんが破壊して、その間にこの飛脚猫が叩いてくれると。そういった、ループ、そういった流れでこの子たちをどんどん倒す。でもって、今やってきたあのバクみたいなやつも全部倒しの。アヌビスさんの強力な一撃を放つ前に死んじゃったな。でも、ニャンマさんが攻撃力が上がった状態で今一撃入れましたね。で、ニャンマさんが強いと言われるゆえんはですね、再生産が早いんですよ。しかもコストが安い。コストが安くて、強くて、さらに再生産も早い。こんなキャラクターが弱いわけがないですよね。もちろんです。このキャラクターは多くのニャンコユーザーによって愛され、そしてよく使われています。親しまれているキャラクターなわけですよ。まだかね。もうこんなステージさっさと攻略できるでしょうに。僕の実力であるならば、このぐらいのステージ動画にするまでもなく余裕のよっちゃんで倒すことができるんだよ。だからさ、このゾウさんもさっさと倒れてほしいんだけど。よし、倒れた。はい、じいじい。なんだろうな。刺激が足りねえよな。アップデートされたら新しいステージが追加されるってのはわかるよ。でもアップデートされるまでが暇なんだよな。僕、そうです。アップデ待ち勢です。ちょうどいいや。ちょうど発掘ステージで手に入れた地図が発掘できたので、こちらの狩人の地図というステージを攻略しましょう。こちらは先ほど僕が説明した鳥獣と呼ばれる少し強めの敵がたくさん出てきますが、1個のステージにつき1回までしかチャレンジすることができません。なので、慎重にマップを選びましょう。今回はどれにしようかな。倒すステージによって出てくる獣石っていうね、進化素材の種類が異なるんですよ。よく使うのはこの黄色獣石とか、それから緑色の緑獣石ってやつだな。じゃあこれもランダムでいこうっと。これに行きます。よーい、スタート。もちろん編成は汎用編成。いつもと全く同じ編成。そしてまた出た体力お化け、クソ、ゾウ野郎だ。このゾウ嫌いだ。そして今気づいた。別に、BGM をオンにしてもいいんじゃねえのって。だから BGM もオンにしちゃおう。で、出てくるは紫色の屍ゾンビさんですね。ゾンビワンコちゃん。この子は味方キャラがこうやっているとすぐに地面に潜って、後方の方へと地面から這い出てきて、で、大型キャラクターを襲ってしまうという非常に厄介な特性を持ったゾンビという属性を持つ犬ですね。こういった紫色の敵はすべてゾンビ扱いです。
さらにゾンビ扱いされているキャラクターは大半は倒れるとこのように屍化します。この屍化したキャラクターは一定時間を持つとすぐに蘇ってくるところがまた凶悪なポイント。だから僕はゾンビが嫌いです。死んだんだったら潔くそのまま墓の中で眠っていてほしいものですね。生きている間に会えなくなってしまった人が死んでから、あ、蘇ってくれてありがとうとはならんでしょう。さすがに気味が悪いわ。だから生き返るんだったら死後1時間以内とかにしてほしいよね。さすがに墓の中に埋まった状態で生き返られても少し体組織が腐ってそうだし、なんかちょっとねーって感じだよね。そして出てくるはゾンビのクマさんですね。このゾンビグマさんなかなか厄介なんだよね。ゾンビ属性を持つキャラクターでね、攻撃力はおろか射程すらも長く、さらに一回倒した気では収まらず、ゾンビキラーといってゾンビの蘇生を防ぐ属性、特性を持っているキャラクターでなければこの子は2回復活するわけです。1回復活するわけです。それが非常に厄介だし非常にうざったい。だからこれは嫌いだ。今倒したな。一回倒したけどゾンビキラーで倒したわけじゃないから屍化した。また蘇ってくるぞって言うと、なんかそういった悪霊みたいな都市伝説みたいなそんなノリを感じるんだけれども、決してそんなわけではなく、ゾンビグマがさ像を盾にして後方から攻撃してくるからさ、大型アタッカーが次々にやられてしまう。盾の数が少ないのか。そして、絶望だね。また来ちゃった。最悪だ。あ、アヌビスが死んだ。最悪だ。どうにかして。黒色のキャスリーみたいなやつ。あ、ゾンビが潜っちゃった。いやー。どうにかして。いやー。僕今こんな顔してる。ボスの体力 44% か。と言ってもね、このステージ、実は同一のステージ編成でクリアした過去があるんですよ。つうことはだよ、このステージで負けてしまったのは、運だな。もう一回チャレンジしよう。もうちょっとゾンビに対して強く出ようか。ゾンビに対して強く出るためにはどうするべき？答えは簡単。こちらを使おう。エンジェル砲だ。これは潜っているゾンビにダメージを与えつつ、潜ってんじゃねえつって地上へと引っ張り出す効果を持っている。それにゾンビのことを一定時間動きを止めることができ、ゾンビの体力は7割ぐらい減る。3割だって。3割ぐらい減らすことができる。だからこのエンジェル砲ってのはゾンビ戦に対してかなり効力を発揮する素晴らしいビームだ。そして放った時の効果音が美しい。だから、こういった砲台の中では僕一番好きかもしれないな。で、やってきたのはゾンビとペンギンか。と言ってもさっきと同じだからな。ボスが出てくるまでカットしてもいいでしょう。ゾンビが出てきましたね。うざったいゾンビだ。僕大嫌いゾンビ。はい、潜った。ここでエンジェル砲を放つ。すると、ダメージを与えつつ、体力を3割削り、さらに動きを数時間止めることができた。数秒ぐらい止めることができた。これだけすればもう十分ですよ、お膳立ては。お願いしますよ、アヌビスさん。あなたむっちゃ強くなったんだからな。底力ってやつを見せてやりなさい。いいねー。ゾンビのお腹が膨らむアリさんを一撃でほふり去った後、さらにやってきたザコどもをまた一撃でほふり去る。この圧倒的な火力から出されるスーパー最高アタックは、どんなキャラクターをも寄せ付けない。そしてゾンビキラーを持っていないキャラクターによって倒されてしまったことにより、また屍化してしまいました。それは良くないよ。あ、ちょっと待って、この像がうぜ。この像のせいでゾンビにアタックできねえ。ただここでな、あ、ダメだった。倒せると思ったんだけど無駄打ちしちゃった。死んじゃった。OK、いいだろう。実はこのマップのステージはですね、クリアすることによって EX ステージという隠れステージが登場し、その隠れステージを倒すことによって、さらに報酬をゲットできるというシステムになっているわけです。なので、ここで諦めてしまうのは非常にもったいないわけですよ。よし、ゾンビクマやってくるまで勝ったな。クマ来たわ。クマ。まあ、余裕だよね。はい、潜ったから出てきてください。
僕もう決めたわ。さっきの作戦何が悪かったって、それはね、ゾウが近くにいたせいだ。ゾウが近くにいるとね、クマに攻撃しようと近づいた時にゾウの攻撃が当たって、こっちのキャラクターがやられちゃうんですよ。で、かつゾンビさんをね、一撃でほぐり去るためにはゾンビキラーを持ったアヌビスさんでしか倒すことはできないと。であるならば、まずはアヌビスさんだけを出す、これが重要。そしてアヌビスさんを盾で守りつつ、ちょっと待って。よし。まあ、真田は優秀だからね。でも、いやー、まだだ。まだ。ここでな、泣き出すような弱虫さんに育った覚えはありませんよ、私は。斬新だよな。普通は、そんな子供に育てた思いはありませんっていうやつなんだけど、子供が言うんだよな、それがな。僕はそんな風に育った覚えはないぞってな。知らんかなって話だけどな。そして、ゾンビさんをまたほふりましょう。先ほどと同じような過ちをしないように、なるべくニャンコ法は取っておくんです。そして、このゾウさん、実はレッパが無効なんですね。だから、いくらレッパを放つ強力なキャラクターを出したとて、このゾウの前では、たかが火力の低い一撃に終わってしまいます。そして、リッスントゥーミー。この古代のディスさんは非常に嫌いだ。火力が高い上に突破力がある。だから、なかなか止められない。しかも、倒した時に出るお金が少なすぎる。まさにクソ的だな。僕はさっき出てきたダチョウよりもこのディスの方が嫌いだ。そして、ゾンビがまた来た。さっきと違う点は、ビームを一回放てたということ。それから、まだ大型キャラクターを出せていないということだ。まあ待て。まだそんなに焦る時期ではない。見たでしょ？今、飛脚ネットの一撃。あの一撃遠方範囲攻撃だから、手前に雑魚がいたら、その雑魚を盾にして、奥にいる敵に攻撃を与えることができるわけ。そして、真田幸村の強力な一撃。真田幸村というニャンコのキャラクターは知ってるけれども、実際の真田幸村が何をした人なのかはわからないっていうニャンコプレイヤーは、大半を占めると僕は勝手に思っている。よーし！ゾンビ倒したらあとは楽しようよ。言っただろ？この編成で僕攻略したことあるって。言っただろ？僕この編成でクリアできるって。言っただろ？僕は雑魚じゃないし、一回のミスぐらいじゃへこまない。言っただろ？そんな子供に育った覚えはないよってね。そして、二体ともレッパーを特徴とするキャラクターではあるものの、このゾウさんは先ほど言った通り、レッパーは無効化なんですね。なので、純粋な強い一撃で倒しましょうか。よし、あとは召喚違いだ。本当に召喚違いだ。ところてんみたいに召喚に優しいぜ。胃の中に流し込むだけで、一晩経ったらみんなうんこになっちまう。そんなステージだ。じゃあ行こう。次だ、次。この瞬間が好きでした。はい、倒した。ダメだった！ EX ステージが出なかった！みんなに見せてやりたかったのに非常に残念だ。まだけどね、一応クリアしたんで。別にここでも終わってもいいけどさ。なんか、あるかな？もうほとんどのステージクリアしちゃったんだよな。クリアしちゃったステージまたやんのもどうかなって思ってさ、渋ってたんだけど、どうなんだろうね。ちなみに今、にゃんこ大戦争を始めるとですね、限定コラボステージってやつをプレイすることができます。こちらのステージをね、クリアすることによって、限定キャラクターであるドロイドというキャラクターを手に入れることができます。ドロイドと聞いて、めちゃくちゃ強い見た目を想像する人も多いと思います。アンドロイドとかのドロイドだからな。かっこいいロボットとか、そういった類のものを、イメージするかと思いますけれども、実際はこいつです。このアンドロイドのキャラクターですね。この子がゲットできます。メタルに打たれ強い範囲攻撃を持ったキャラですが、いかんせん体力が低いので、メタルの前ではなすすべもなくやられますし、メタルの前では強い壁よりもクリティカルをいかに出せるかが重要になってくるので、あのキャラクターを使うことはまずありませんでしょう。ということで今回ここまで、チャンネル登録と高評価よろしくね。また次の動画があったらそれでお会いしましょう。んだらばだ、さよなら。バイバーイ。バイバイつって別のステージを始めるのはなかなか斬新だよね。このステージ勝ったかどうかってのはわかんないと思う。だって僕はここで動画終わるから。